ちゃんです。ベルちゃんです。ハルハルです。アラサーホロ酔いたい乾杯。開いてないし、開いてないけどいいじゃない、開いてない。いただきます。カフェカフェカフェ。一口飲んじゃった。飲みます。あーうま、うん。何飲む？うん。おみじゅ。おみじゅ。おみじゅ。かわいい。おみじゅ。かわいい。一番体にいいから。かわいい。さて、本日は？はい。フィッシュ&チップスを作っていきたいと思います。頑張っていきましょう。はい。はい。小麦粉、片栗粉、50グラムずつなんで100、100ぐらい。100ぐらいでしょうか。こんぐらいでやってみよう。とりあえずごちごちにしとくか。はい、サルタ、クレイジーサルタある？ない。そんなシャレのもんサルタが適量ですね。え、これさ、入れるの？ここに。あ、入れるの？ちょっと待って、なんか材料だけ言ってて手順の方見てませんでした。良い子は真似しないでね。でも全部一応入れるんじゃないの？ここのさ、腰がね、あってれば見てる。あ、いいよ、いいよ、分けるよ。あ、ごめん、もう一回やる、もう一回やる。いいですか？いくぞ。いけちゃう。美味しそう、美味しそう。白い、白い粉だよ。いいじゃん、いいじゃん。この体勢で大丈夫か？ゲップ出てるよ。いいゲップなんだよ。大丈夫か、この体勢で。もうちょっとダメしようか。あ、もういいの？はい、あ、もういいね。はるかにだこしたい。またやる機会のわざまに中にちょっとにだっこされたいの？かわいい。はい、ビールを100。あ、ごめんね、私が、オッケー、やつ入れた。いいよ、いいよ、いいよ。はい、まぜまぜタイムスタート。なんだっけ、ドラッタッタ、ドラッタッタ、これ、こっちだ、これ、ボロッタッタ、ドラッタッタ、じゃあ、ちょっとカラーね、開けておきましょうね。タン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 なんか4等分ね。オッケー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 、行くわ行くわ。お願いします。で、塩コショウをして少し置いて、はい、え、ほんとでかい、このタラね、すごい、ね、うん、これはこんな、どうする、これどうする、これ3等分くらい。そうだね、こうしてこうする。このタラ長かったわ、すごい長い。うん、でかいよね。いけるいけるすげえできました。はい、ありがとうございます。イエイイエイ。たたたたた、なんかこう なんか決して遊んでるわけではないんですね。まずね、ほんとにちゃんとね、料理進む。私のビールどれだったっけ。それなのよね、たぶん私さ、結構ランダムな質問で思っちゃうから、なんかごめんって感じ。大丈夫、たぶん私のこれだった気がするから、たぶん見直したらまだいいよね。そう、当ててって感じ。お誕生日来たぞ。いらっしゃー、来たぞ。お帰りどこだ、隠れたな、隠れたな、お帰り、ついてきた。じゃあ、どれ飲んでた？ちょっと待って、私今これ飲んじゃったんだけど。じゃあこれでいいよ。あちらに色違ったねと思って。でもなんか皮付きの方がフィッシュ&チップス感出るかな。なんか私どっちがいい？はいつもあの
そのまま入ってる？何もしたくないから剥かないけど。オッケー、でも目だけ取って、目だけ取って皮はそのままにしとく。あ、オッケー。できた。まだだよ。待って待って。あ、まだだよ。待って、じゃあこれ間違えたの？これだったらこうやって切る。あ、いいじゃない今まで。いい。え、これ？これさ、こうやって切ったら。こうやって切ればいい。そうそうそう。あ、いいや、それやん、これやん、これです、これ、これです、これです。なんかね、今ここ中これしかそれない。今一個しか該当しなかった。私さ、多分さ、こう言ってたよ、うん、そう言ってたね。でもまあ、いいんだけどね、かわいいさ、くし形もいいよね。これだよ、これ、これです、これです。全然大きさ違う。あげます、あげましょうか。先にじゃあ魚をあげます、あげていきます。こうして、ちょっと待って、こうさ、うん、ここが気になるのよ。ついてないとこに、そう、絶対どっかつかないんだよ。確かに。それを、それをこうして、いいよ、めちゃくちゃいいよ。じわじわ感がもう、なんかもう揚げてます感がいいです、とてもいいです。もうさ、どう？うち来るだけでダイエットになるよ。そう、本当にめっちゃ今汗かいてる。こんな汗かくとは思ってもらった。十面倒よ。すごいわこれ。アラサーほろ酔いたい。乾杯。うまいな。うまいね。うまいね。うまいね。そこのお姉さん何してんの？のばちゃんがここに、ここにいらっしゃるんですよね。あ、かわいい、いました。うちのぽよぽよ系。やってますよ。うわ。人生山あり谷あり。コタやったのこれ。やりましたね。コタやったなこれ。どこを踏んでも足が痛い系。どういう作品を作ってくれるんですか？うむしくてちょうだい。何？うむしくて、うん、これなんだ？うむしくて、お願いします。ジャムさん、気をつけください。食べます。あー、いいね。おー、いいですね。いいですね。良さそうだね。こうやって混ぜとけばいいのかな。うんうん、自然乾燥、よく水を切って自然乾燥させて。水気なくない？多分大丈夫じゃない？いけそう、いけそう。テカってないもんだって。おー、いいよ、いいよ、いいよね。うん、あ、ほんとだ、ほんとだ。いけそう、いけそう。あ、これもいい色？ね、なんかめっちゃいい感じになってきたよね。ね、うん、いいのかな。じゃあ、第1号いただきます。いただいてない、いただいてない、ね、だいぶ、だいぶフライングしました。どうでしょう。つながっていくよね、これ。これがめちゃくちゃつながってるね。え、でもなんか他のあれだね。え、これこういう盛り付けみたいな。いいじゃん。このままいいか、このまま。そう、綺麗よ。あ、そうだ、第2弾だった。魚の第2弾。魚の第2弾。なんかあんまりフライヤーってそんなに今まで興味なかったんだけど、これなんか実物見て使ってるとこ見たらめっちゃ欲しくなった。そうだって、これ油のためだけにあるさ、その容器じゃん。そうそうそう。なんかさ、今までもさ、フライパンとかさ、なんだろう、揚げ物用の鍋とかでさ、使ってやらなきゃいけなかったやつさ、これ一個置いといたらめちゃくちゃいいなと思って。そう、いいよね。めっちゃ助かってる。あ、おかげで揚げ物が重くなってるんですけど。とりあえず揚げ物にしようみたいな。確かに揚げ物率は増えそう。いや、でもなんか手軽にさ、なんかサクサクの美味しい揚げ物を家で食べれるとなんかめっちゃいいな。そう、揚げ物ってうまいんだよ。うまいよね。揚げたらね、本当に。
タタ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 本日はタルタルソースを作っていきたいと思います。タルタルソースの材料はこちら、ピクルス、玉ねぎ、あと卵が必要なんですが、卵は今入れております。さあ本日の先生をご紹介します。難しいやん、難しいやん。BGM しながら紹介がちょっと早かったね。すみません、スムーズに交換しないでください。私が見てもらわないといけない。引き継げばいいです。はい、ではまずは卵を茹でておりますので下準備ですね。ではこちらの玉ねぎをみじん切りしていきます。あ、落とした。落とした。洗います。爆発しましたね、玉ねぎが。玉ねぎがすごい勢いで爆発しました。はい、玉ねぎを、はい、寄せ集めましょう。寄せ集めて、あ、いい感じのレイヤーが来ました。でも私、料理界なのに、髪に弱かないって言われてないから、ちょっと炎上するかもしれない。ああ、あいつ髪に弱かないで料理するかみたいな、炎上するかもしれない。髪入ってんぞ、料理炎上するかもしれません。なので言ったらさ、もうさ、ビールもみんなどれが自分でやるか。誰もエプロンとかつけてないでしょ。終わってんのよ、最初から。こんなもんです。こんなもんです、アラさんの腹筋は。チャンネル登録外さないで。入りなさい。ただいまです。あ、できてます。今もうね、2段目いった。ありがとうございます。どうです、コウタくん。何してたどうでした。アルハルおばさん、どうです。やばい。体力がもう吸い上げられた。もう今ないかもしれない。はい、で芋を全部入れちゃう。どれ入ると思う。やばい。芋5個よこれ。ちょっとやって。あんじゃない？あんいけるいける。いけるでしょ。適当じゃん。食欲ないじゃん。この時はそれさっぱりしたもの、うん、食べて、なんか
揚げたナスの魅力ってさ、半端じゃない。半端ないナスピザはね、美味しい。なんであんなにうまいんだろう。ナスってうまいよね。あ、マヨがほぼなかった。やばいよ、どうしよう。やばい、やばい、君が出てきた。やばい、くっついてる、めっちゃくっついてる。こんなさ、これどうしたらいい。マヨない、ない。究極にマヨネーズ少なすぎる。これは何。もうピクルス。タルタルではない。タルタルではもうないけども、なんか代用できるものあるかな。あるね。塩とか酢とかやってみようね。こんなマヨじゃん、見た目。すごいヨーグルトか。大丈夫かな、これこれね、どうかな。結構ね、どんな味になるのかな。まあでもね、最終的に美味しくなればいいから。油入ってるね。なんだろうね、マヨネーズって何なんだろう。何のマヨネーズの卵。卵入ってるよね。卵と油みたいな。卵油すんで。見たことある卵の。卵油す。じゃあヨーグルトも入ってるのかな。待って、それはさすがに無理か。じゃあ失礼します。はい。めっちゃ怖いんですけど。自家製タルタルね。ほら、すごいよ。あ、でもなんか意外と平気じゃない、これ。味はわかんない。見た目なんかヨーグルトということもあって、なんかヘルシーな気がしてきた。前よりどうかな。どう？味見どうぞ。なんだろう、でも、悪くはない、ね、塩気とか足りないか。塩気がちょっと足りないのかな。酢は酢がすごい。意外と酢がすごい。トゥーマッチ酢。ちょっと食べてみて。酢が酢、どう、結構酸っぱめ。でもまあ、あ、ピクルスがいっぱい入ってるからかな。ピクルスね、ピクルスの味する。すごい。確かに。塩もちょっと。でもうまいじゃない。まあいいのかも。しょっぱくなりすぎるよりかこれぐらいがいいのかな。あ、確かに。さっぱりめね。なんかもうさ、添え物みたいな。うん、サラダ。サラダとしては成立してるよね、うん。ソースとしてはちょっとどうかと思うけど。うん。うん。いいか。うん。具材は好きな。それでいいよ。うん。あと卵2個あるからね。あ、入れる全部。あ、わかんない。これからってこんなさ、いっぱい。ボールいっぱいタルタルソース作って何するのって感じだね。主食ですかみたいな感じで。これは明日の朝食べて。そうね、そうね。はい、できました。イエーイ、仕上がりました。ババーン、ババーン。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそうです。もうもぐもぐしてる。じゃあ、食べて乾杯する。はい、おいしい。あ、ちょっと塩とかつけたい。これ言ってた。乾杯。すごいよね。なんか飲む、飲む、これ飲む、これ飲む。カリカリよ。サクサク言ってる。そうそう、食べて。すごいすごい。おー、めっちゃサクサク言ってる。美味しい。いただきます。。おー、すごい。
揚げ物食っといて大いなる勘違いだよ。ヘルシーだよ。